思い出したようね、キラ・ヨシカゲ。どうやって自分が死んだのか。思い出したようね。何者だ、貴様。誰なんだ、お前は。15年前、あんたはスタンド能力を持ってなかったので、死体を消せなかった。だから、私が死んだこと、新聞にも載ったわよ。この、背中の傷に見覚えはない。それとも初めての殺しだったんで、手を持って行き損ねちゃったから、私のこと印象薄いのかしら。お前か。確か、杉本レイミ。貴様、15年もここで何をしている。待てよ、何のためにお前はわざわざ背中の傷まで見せて自分の正体を明かす。ひょっとしてこの場所、振り向いてはいけないとかいう場所じゃないだろうな。私の親父が言っていた、この町には死者の魂の通り道があって、そこには決して振り向いてはいけない場所があると。振り返ってしまうとどうしようもないパワーでどこかに引きずり込まれていくらしい。ひょっとしてお前、わざと背中の傷を見せて私を自分より前に出し振り向かせようとしていたんではあるまいな。私をはめようとしていたのではあるまいな。お前が振り向いてみろ。ん？どうなるか見てみたい。さあ振り向けよ。お前が振り向くのだ。あんたが私に対しこういう風にするだろうということを予想しなかったと思う。私たちは15年、あんたがここに来るのを待ってたのよ。タッチ。アーノルド！僕は！何！裁いてもらうがいいわ、キラ・ヨシカゲ。なんだ、こいつらは何なんだ、キラークイーン！こいつらを爆破しろ！私は、どこに、私はどこに連れて行かれるんだ！さあ、でも、安心なんてないところよ、少なくとも。